はい、どうも、石坂翔吾です。で、今回はガチャを引いていきたいと思います。コナミさんからのプレゼントで、このトップエージェントの、各フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンスと、キーパー、これ各2回ずつ引けるエージェントをいただきましたので、これを引いて、で、最後、こちらもですね、チケット1枚ありますので、これを引いていきたいと思います。はい。ではもう、まずはフォワードからですね。2周していきたいと思います。で、パーセンテージは、黒が15%、15.7ですね。確率は多分、どうでしょうね。低いと思います。で、3つありますので、3つ、連続したところに来ればいいかなと。ああ、ダメだ。これはもう一周しないな。青いスパイクの黒人のトーゴ。スピードのある選手ですね。ウィングストライカー。うお、めっちゃ速い。瞬発力80、92、スピード88。ボディ、あ、無回転シュート。まあ、金の選手でもコスト次第で使いようになるんですよね。コスト、あ、13か。ちょっと多めだな。ガクペ。ウィングストライカー。あ、結構、68？ まあ、身長の割にはそんなもんか。はい。では、続いて、今度はミッドフィルダーですね。確率もこっちもそんな変わらないですね。黒が3つあります。で、あそこが2つ並んでるんで、どのタイミングだろうか。この辺かな。来る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 、来た来た。引いた引いた。もう一つもう一つ、あー、ダメだ。誰？走る？走った走った。出たー、シャビアロンソ。パスセンスやばい。あ、サイドバックもできるんだ。今日一の当たりが出ましたよ、いきなり。シャビアロンソだ。うおー、スライパス96。やっぱパスセンスえぐいな。もう34なんだね。30、あ、いいね、バックスピン。いいね、これがあると、フォワードが追いつきやすいんだよね。そうか、もう34か。もう当たり引きましたよ。これを保有します。中盤いい選手取ったな。はい、続いてディフェンダーです。おお、そこ3つ3連続だ。あそこで止めたいな。あそこで止めたいから、流れてくることを予想して、この辺かな。止まれ止まれ。あ、ダメだ、行き過ぎた。もう一周しないでしょ。おお、目が大きい。アンサルディ。まあ、全体的にいい選手ですね。スタミナか。マンマーク。はい。では、続いてキーパー。キーパー、今のところ、佐藤と東口しかいないので。これで来るかな。止まる止まる。ああ、ちょうど間だ。
前はいいんだけどな。すごい頭。守備的か。まあ全体的にって感じですね。はい、では続いて一周したのでもう一度フォワード、こうフォワードがね爆発的なっていうのがもうネイマールくらいしかいないんだよね。だからダメだ、もう一つ、モル顔だったハッジ、ベテランよく引くな。ジャンプ、183センチ。はい、では続いてミッドフィルダーいきます。後ろの黒2つだね、流れてくるからこの辺かな。あー行き過ぎたね、もうダメだな、行き過ぎるな。どんなもんかな、スタミナジャンプ、その他はもう特に目立ったところはなさそうですね。はい、ではもう次あと2枚、ディフェンダー、黒、あそこね、流れてこい、あー流れすぎだ、ちょっと早めに押したけども、強いスパイク、おお、これもまた目が大きい、ムサッキョ、これもまあまあまあな能力ですかね。はい、では最後キーパーですね。キーパーを引いてブッフォン来るかな、黒は来たらもう理想的、黒来い、流れて来い、止まれ、止まった、よし、誰、引いて、ナギ、引かない、うわー眠そう、カラスト、センスはあるけどって感じですね。能力はコンディションが安定してるって感じで、ロングスローか。はい、では最後チャンピオンズリーグのガチャ引いていきます。こちらのチャンピオンズリーグスターズ、ラウンド16のウィーク1、こちら引いていきます。黒の確率が72、これはかなり高いけども、なかなかいい選手は絞られてくるので、黒当たったとしてもこの辺はまず出にくいと。この中でもね、僕は個人的にベンゼマが来てくれると嬉しいかな。はい、では行きましょう。これで、まあ、黒引かんことにはもう始まらんと。黒多いな、この多いのに金当てそうで怖い。ここどこやっても金が来そうな気がする。黒、あそこの多いところで止まって。嘘だろ、やっぱりな、そういう確率にしてるな、頭だ。
はい、ということで、スピードがある選手、まあ、こんなそこまで悪い選手でもなさそう。ただコストが、うわ、17もある。これはちょっと使えにくいかな。まあ、能力が高い分そうなってきますね。ということで、すべてガチャ引き終わりました。今回の当たりはもう一目瞭然ですね。シャビ、アロンソ。彼が来たので、中盤がぐっと、厚みが出てきましたね。どこかな。出た。ハセベってそんな変わらんのか。まあ、レベルは30ですからね。こうか。フライパス96。バックスピンロブと。まあ、こんな感じですね。まあ、無事当たりは1枚引くことができたので、まあ、いい方かなっていう感じがします。はい。では、以上ですね。またガチャも引いてチーム強化していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。